はい、皆さんこんにちは。いつもご覧いただきましてありがとうございます。陶磁器工房喜楽です。今日はですね、陶芸を作る道具ね、この牛ベラっていうやつですね。これにちょっとね紹介してみたいと思いますね。でこれ何に使うかっていうと、皆さん作陶するときにこう粘土を伸ばすじゃないですか。まあ、その伸ばすときにこの牛ベラを使う と、比較的ね簡単に伸ばせますよっていう道具ですね。で主にこれ西日本で使われている道具で、まあ、私言ってた有田とかね、唐津とか、あと萩とかね、まあ、その辺で多く使われている道具だと思いますよね。なので東日本の方とかこう陶芸教室通ってる方ね、実際これを使ってる人っていうのがあんまり見たことないと思うんですよ。例えばこう YouTube で見て初めて知ったよとかね、まあ、そういう方も結構多いと思いますんでね、ちょっと今日はねこれの使い方と、あとまあ買った時にね最初どういう風にするとやりやすいですよっていうのをね、ちょっと紹介してみたいと思います。で私こう有田にいた時ですね、このねハサミと有田の間ぐらいだったのかな、あの牛ベラ作りの名人っていうのがね、いてね、でその名人が作った牛ベラってやっぱ1本高いんですよ。確かこう1つの木からこう削り出してこのカーブとかをね、作ってる感じだったと思うんですよね。で、まあ、その名人が作ったやつじゃなくても、今普通にあの陶芸ショップとかでもねこの牛ベラっていうのを検索すると出てきます。で普通にこう買えたりもするんでね、そんなに高くもないんでね、2,000〜3,000円だと思いますんで、まあ、こういう牛ベラをね、使って、作品作ってみるっていうのもね、いいと思いますよね。で磁器の粘土を作る場合ね、やっぱこの牛ベラを使うとすごく作りやすいですよね。粘土を伸ばすのが比較的やっぱ楽になりますんでね、まあ、ただ使えるようになるまでっていうのはちょっとね時間がかかったりします。で、まあ、あと陶器を作るときに、まあ、1個2個作る分にはこの牛ベラなんていらないので、もう手でビューンと伸ばせちゃいますんでね。なので、まあ、やっぱ大量にこう同じような作品をいっぱい作るとき、伸ばす手間を減らすためにこの牛ベラっていうのをね使ってるイメージだと思いますよね。なので今日はこの牛ベラね、まあ最初に買った時にどうするといいですよとかね、あとは使い方をちょっとね説明したいと思いますので、ぜひご覧ください。はい、それではねちょっとまず牛ベラの種類からね説明したいと思います。でこれはまあよく使う多様性のある、まあ、牛ベラでね、少し太くて、長い牛ベラっていうのが、まあ、お茶碗とかね、そういうのを作ったり、あと、丼もこれ作ったりもしますよね。で、こっちの細いのは、湯飲みとかですね。で、ちょっとこれ、底の形状が違うの分かるかな？こっちがこう、角張ってますよね。で、こっちは丸くなってますよね。なんで、この底の、このカーブの違いが、牛ベラの違いで、この底の作りやすさっていうのもね、これで変わってきますよね。でこの細いのはやっぱ湯飲みとかね、まあビアマグとかそういう細いアイテムを使うのに使いますよね。でこのちっちゃいやつね、これはね大物を作るときに使います。大皿とかあと壺とかね、そういうのを作るときにこの、短い牛ベラを使ってね、こう手に持ちやすくなって使いやすいっていう感じになりますよね。でこれね最初に買ったときに、通常買ったときってね、この辺のなんていうのかな、面がうまく取れてないんですよ。丸くなっちゃってるんだよね。で牛ベラってね、よくスキーの板とかで、スキーの板とかスノーボードとかこうエッジを効かせるってあるじゃないですか。このエッジがやっぱ効いてた方が粘土が伸びやすいので、最初に買った時にですよ、この紙ヤスリでここの分の丸みを取るようにこうやって削ってあげるんですよ。でここをこう触った時にすごくエッジが立ってるようにしてあげるんでね、粘土に触れる面をちっちゃくしてあげる。そうするとより伸びやすい牛ベラになりますよね。で、このままね使ってるとやっぱこのエッジが弱いので、なかなか粘土が伸びなかったり引っかかりやすくなったりしますんでね、私が使ってる牛ベラ全部このエッジをね尖らせてあります。で私はこう時計回りで成形しますので、牛ベラのこっち側ですね、こう見た時に、左半分こっち側にエッジを効かせてます。こっちはあまり関係ないんでね、使う時にこう使いますんでね。なので、まあ、こっちの、左半分の、角の部分ね、全部ここをエッジを効くようにして、使っておりますね。でこれ実際にねちょっと使いながら、使い方を説明したいと思います。はい、それではね、早速ちょっと作りながら説明していきたいと思います。まあ普通に、どうでしょう、お茶碗かなんか作ってみましょうかね。でこう土瓶いっぱいになってね、で最初に真ん中に穴掘りますよね。ここは一緒ですよね。で少し上に伸ばします。で下の部分にこうくびれを作るんでね。
で今日これ今陶器で作ってるんですけど、まあ私通常牛ベラ使うときに自動を使うときはね、あの牛ベラ使いますね。あんまり陶器だと使わないですけど、まあ、ちょっとあのたまたま時期の年度なかったんでね、今日はこの陶器で説明します。で今ある程度薄くなりましたよね。でここからこの牛ベラをね使っていきますね。でこの牛ベラにまず土鍋をいっぱいくっつけるんですよ。滑るようにね、こんな感じですよね。で持ち方は親指を裏をこう持ってね、こうギュッと握らないんでね、こう軽く添える感じでね。であとは作る器にも水をいっぱいつけて、こう水切れにならないようにね、ここが結構味噌ですよね。あの水切れになっちゃうと引っかかりますんでね。で、小指と薬指の間にこの粘土を下から支えます。でまずは牛ベラでこの底の部分締めるんでね、要はこの牛ベラと手の間でこうやって粘土を挟んであげてる感じで、そうすると底の粘土が容量よく締まりますんで、あの乾燥とか焼いた時に底割れがしにくくなりますよね。でそこをこう締めたらまた中心に持ってきて牛ベラを8時のうちに変えます。で牛ベラのここを使って伸ばす感じでね。でやりがちなのがですよ、このヘラでこうやって押してっちゃう風に伸ばしやすくなっちゃうんだよね。最初のうちとか特にそうなんですよ。なのでイメージはこのヘラを固定しといて、このヘラに向かって左手でぐーっと押しながら待ってるってイメージです。ちょっとやってみますね。ちょっと水つけてね、今こうヘラ当てましたよね。でここのヘラのこの辺を目指して左手でぐーっと押してます。粘土が少しずつこう上に上がってきてますよね。で少し上がってきたらヘラを立てます。そうするとよりこう粘土がビューッと伸びてきますよね。でこの時に先ほど言ったこのエッジが効いてるっていうことが大事で、エッジが効いてるとこのヘラをこう立てた時にね、そのままずーっとこう粘土が自然に薄くなってくれるわけですよ。でこのエッジが効いてないとここに引っかかってベロベロベロってなっちゃったりしますんでね。であとねこの牛ベラね、使えるようになってくるとあっという間にこう薄くなりますんで、薄くしすぎちゃうんでね、ペラペラになるまでやっぱ薄くしちゃうことがすごく多くて、今もこれもちょっとまあだいぶ薄いんですけど、なのでまあ薄くしすぎないでやるっていうことが結構ね、大事だったりしますよね。で形ができたらこの牛ベラでね、軽くこう形を沿わせてこう形を変えてあげるっていうことも大丈夫ですよね。でまあどうだろうね、手でやった方がまあ形は綺麗になるかなと思うけど、まあ、牛ベラでねこうある程度形を決めていくってことも大丈夫ですよね。でちょっともう一回やってみましょうかね。なんかねこのやっぱ慣れるまでがね、牛ベラって容量はなかなか得られないんでね。でちょっともう一回やってみましょうかね。で次はねちょっと他の横から見た角度でねやってみたいと思いますね。はい、そしたら今ねちょっと角度を変えましたんでね、これでもう一回やってみます。真ん中に穴を掘ってそこを広げて上に伸ばしていきますね。で下の指を支えますんでここにくびれを作ってみる。でこの牛ベラに土鍋をいっぱいこうくっつけますよね。で器も濡らして下をまず支えて中心部分の粘土締めます。ギューッと、ただ8時の位置に持ってって牛ベラに向かって左手を押すイメージですね。いきますよ。左手をぐーっと押してます。で半分ぐらいまで来たらヘラを立てます。すごい伸びてきてるの分かりますかね。でこれで今もうだいぶ薄くなりました、ね。まあ、一撃でこれぐらい薄くできるっていうのが、まあ、この牛ベラの特徴だよね。で、まあ、ここからちょっと形変えたりもできるんでね、まあ、さっき言ったように牛ベラを少し外側に押しながら全体をこうね広げていくってこともできますね。でまあこの辺はやっぱ手でやった方がね、あのろくろ目がついたりするのでいいと思うんでね。でちょっと軽く手でも形変えてみましょうか。でこうやっぱ手の方が作った感がありますでしょう。まあ、指の跡がつくっていうのがね結構面白かったりもするんで、なのでやっぱこの牛ベラはねあくまでも粘土伸ばす道具だって思ってもらうとね、あのやりやすいかなと思いますよね。でまあ、皆さんもぜひねこの牛ベラ、まあ、工房にもしあればねそれ一回試しに使ってみるとかね、そういうのもすごく楽しいと思うし、まあ、使えるようになると粘土を伸ばす手間っていうのはねあのだいぶ減ります。まあ、ただこう手で伸ばす楽しみっていうのもなくなっちゃうんで、まあ、どっちがいいのかなと思うと、まあ
まあ陶器の場合はやっぱ手で伸ばした方がいいのかな。で私は磁器の場合はこの牛ベラ使ってねやってますんでね、ぜひ参考にしてもらってね、陶芸をより楽しんでもらえるといいかなと思います。